やっほー、ディズニー大好きソイちゃんです。じゃあ今日はディズニーの購入品紹介をしたいと思いまーす。イエーイ。じゃあ早速いきまーす。まずじゃあ最初は、今ディズニーでは袋を買わないといけないんですけど、じゃじゃーん、ミニーちゃん、これ多分大きい方のサイズで、これは何ぼ20円でこの大きさの袋が買えます。結構大きい。はい、じゃあ早速いきたいと思います。じゃじゃーん、ドナルドのチョコレートクリッチー、見えるかな見えるかな。はい、これは16個入りで800円です。で、これは缶じゃなくて紙です。こんな感じ、はい、デザインはこんな感じ。パークの絵がめっちゃ描いてる感じ、めっちゃ可愛い。これは、ディズニー行く前日にこれ買ってます。明日パークの中で食べるようにと、今ホテルで食べれるように買いました。これがお値段800円です。はい、じゃあクランチ開けてみます。バカ、こんな感じ。これ16個入ってんけど、さっき食べちゃったから今も16個も入ってない。普通にこんな感じで入ってて、ここが小袋になってる。ドナルドの絵描いてるよ、ドナルドの絵。じゃあ開けてみます。こんな感じ。おばしょうごいただきます。でかいんけど、こんなんやろ。でも美味しい。皆さんもどうぞ食べてね。はい、次。行くよ。次はじゃじゃーん、マスクケース、めっちゃかわいい。これは3つ1、2、3、3つついて1600円です。はい、これは全部アトラクションになってて、ダンボの乗り物とアクアソフィア、水の上でぐるぐる回ってるやつとアクアトピアやアクアソフィアって何？アクアトピア。え、これ何？何？車。何の車？ロジャーラビット。ロジャーラビットやって、はい、トゥーンタウンにある乗り物やらないかな。はい、で、これはまだ開けてないんやけど、なんか2箇所入れれるっぽい。こんな感じで使ったやつと使ってないやつを入れるところがあるんかな。で、これ今マスク、この白いの3つ入ってるけど、これもともと入ってたやつです。開けてみようか。開けます。はい、じゃあ開けました。こんな感じで入ってた。ちょっと待ってよ。あ、これはなんかテープでくっついてるわ、普通のマスク。んで、なんかあ、これこそ表で、ここの間に1個こうやって多分使ったやつ入れれて、で、もう1個ここになんか普通の何
入れるところあって、こことこことここなんかこうやってちょっと使いやすく開いてる。んで折り曲げてこの爪引っ掛ける。爪引っ掛けて開かへんようにこんな感じ。んでここに使ったやつ入れて、予備のやつをこのここかこっち側に入れると、こんな感じか。で締める。こめっちゃいいよ。大きさは妻のこのちっちゃい程度、これぐらいこれぐらいです。これが3つついて1600円。次はジョジョー、ミッキーのキャップ、めっちゃかわいい。これ見て、ジュン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 、かわいい。ミッキーの手ふわふわ、めっちゃふわふわ。んで後ろこんな感じでサイズ調整できる。しかも見て、ここミッキーマウスって書いてる。ここもサイズ調整できて、こっちもここもできる。中はこんな感じかな。コーデュロイ、全部コーデュロイ。ミッキーは同系色。ここにもなんかついてる、こんななんかステッカーみたいな。なんでこれが思ったより安い、2900円です。これはタクが買いました。一回かぶってみよう。でかっ、めちゃめちゃでかい。でもサイズ合わせれるから、ピチッていったらこんな感じ。ピチッとした方がいいけど、まあまあいいわ。めっちゃかわいい。じゃあ続いてはジョン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 、ミニチュアフィギュアでございます。ジョン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 、これミニーちゃんのお家のなんていうの、この服かけるやつ、マネキンか。でこの3種類が入ってて、これは1つしか入ってないからどれが出るかわからんみたいな。これかこれかクララベルか。で1個だけシークレットなんか入ってないけど、これは何かわかりません。でこれ1個800円。で4つ入り、この1、2、3、4つ入ったやつも、3200円か。8、8、32やから3200円で売ってました。でもうちはこれ1個だけ買いました。じゃあ開けてみます。まだ開けておりません。いきます。3、2、1、ジョジョー、ミニーちゃん、めっちゃいいやん。これだってあれやん、本命やん。本命やん。だって一番いいやつや。だってミニーちゃんの家のやつやねんから、ミニーちゃんやな、一番いいの。全部置いてるけどさ、ミニーちゃんは絶対いいやん。めっちゃかわいい。アーケを振ってクララベルってさ、背高いからさ、これクララベルってこの黄色のやつは背高いから、こうやってこうやった時にこうちょっとあかんけど、こうちょっとこうやって押して、ほんで当たってんなっていうやつはやめてん。当たってへんやつ買ったら見にちゃうと、重さも測ったな。え、めっちゃ可愛い、めっちゃいいやん。めっちゃいい、見えてるか。めっちゃいい、これ結構しっかりしてるから4つ買ってもよかったな。どっちで衣装、こんなん、まあ服作ってるってことや。はい、いい感じじゃない。はい、はい、これは1個入りの800円でした。もしこういうミニちゃん欲しかったら、ちょっとだけこうやってやったらわかるかもしれへん。でこのシークレット何入ってるかは全くわからへんな。何系なんやろ。はい、以上ラスト。ジョン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 、金バッジのセットでございます。これ6個入って7200円で
入りました。これずっと気になってたやつで、中身はこれ1個入りも、これみたいに1個入りも売ってたけど、これはちょっとピンバッジをこれからその集めようってちょっと本気を出したので、1回ちょっとこれからスタートしてみようと思って全部入ってるやつを買いました。で、このダンボ、これ何？カントリーベアシアターかと、タワーブテラーと、アラジンのやつと、タートルトッカーですって。ほんでこれタートルトッカーと、これこれも5個は絶対入ってるけど、これが何か全くわからない。めちゃめちゃ多分クオリティ高いね、このピンバッジは。まあ開けるわ。あ、こんな感じで入ってる。これ1個1個こうやって入ってる。あの1個売りのやつと同じやな、これ。あ、書いてるわ。これで1個売りでも売ってた。で、これは1200円で売ってました。で、ね、この箱にはこれが6個入ってた。1回出してみて、3、4、5、6、これね。さあ、開けてみましょう。まあ、まず5個は絶対入ってるからな。あと1個のシークレットが何かっていう話。いきます。1個目、ドゥーン。お、アラジンのフライング、あ、ジャスミンのフライングカーペットのやつが入ってました。これちょっと袋から開けてみよう。しかもこれ、これ全部がピンバッジ。わかる？こうやって立ってます。これだけやと思ったんやけど、この四角全部がピンバッジになってるから、まあまあ豪華。これで1200円ってなったらめちゃめちゃいいよな。ピント合ってへんわ。これむずいな。え、こういうこと？いや、むずい。まあ、やば。そういうのがいい。こう。しかも2個ついてるから、こうグイングイングイってこうなれへんし。いい感じ。はい、じゃあ次。どんどん開けよう。2つ目。これちょっと箱に入ってるから、バレへんな。いきます。あ、タートルトーク来ました。え、これなんかすげえ。コロンビア号もある。ほら、SS コロンビア号も書いてるし、光ってる。ほら、めっちゃいい。なんかこれも、なんか段差になってる。こう、わかる？こう、こう、なんか、写真だけみたいな。で、これも後ろがこうやって猫になってるから、こうグイングインってならない。これめちゃめちゃいい。はい、次。さあ、シークレットが何かみたいなゲームになってます。いきます。おお、シークレット出た。え、ちょっと読まれへんね。こうミッキーマウスレビュー。あ、ミッキーマウスレビュー。ファンタジーランド。ミッキーマウスレビューとは、今はミッキーのフィルハーマジックにしまったんやけども。あ、そうなんや。ミッキーのフィルハーマジックになる前は、このミッキーマウスレビューっていうアトラクションでした。アトラ、もう今はないんですけど。今ないねんって、このアトラクション。だから結構レアちゃん、ほんなの、めちゃめちゃ。そう、もうオタクからしたらすごく。これじゃあめっちゃいいやん。しかもミッキーこうポコンってなってるし。で、裏は同じような感じ。ミッキーの演奏会で。うん、演奏してはるわ。演奏してはる。ほんなら、もうあとは分かってるやつや。でも開けよう。カントリーベアシアター。これもええな。これボコってなって。これもやっぱボコって。これって売っとったらさ、これだけがピンパッチやって、ピンパッチやって、ピンパッチやと思うよな。ほら。これなんか2段階みたいなね。これとこれみたいになるけど、ほんま1枚でーすってことかな。これええやな。これかな、わからんけど。はい、次。これラスト。何やったっけ、タワーブテラーが出てない。あ、じゃああと2個開けてへんわ。あ、そうや。ダンボー。めっちゃかわいい。ダンボー。結構豪華やな、やつ。これも残ってるけど、やっぱオタクにも言われてるよね。どういうこと？
オタクはそういうのやっぱ集めてるから、うん、そんなオタク専用のグッズ作ってるないのこのクオリティって言われたみたいな。で結構重たい。で平仮名書いてる。空飛ぶダンボ。噛んだわ。空飛ぶダンボ。ファンタジーランドってこと。分からんわ。まあなんせここに平仮名書いてる。こんだけ英語書いてるのに。ってことは次がタワーオブテラー。C に行ったら必ず乗る。絶対に2回3回は乗りたい乗り物。昔は無理やったけど。ジョジョーン。タワーオブテラー。これも僕ってなってる。めちゃ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 しっかりしてる。これぐらい重さ。刺さるぐらいある。後ろかな。はい。これで全種類タワーオブテラー、ダンボ、でカントリービアシアター、ジャスミンのジャスミンのフライングカーペット、うわタートルトーク、でシークレットの何？ミッキーマウスレビュー。はい、この6種類が持たれへんわ。入ってありました。これ以上となります。もう一回こちらもっと入って7200円1つでからと1200円。これはシークレットも入って全4種類の1個800円で、今回は1本の購入でした。この帽子もめちゃめちゃいい感じ。ここが見せるようになっているところが一応しかった。でこれお菓子、お菓子はもっともっといっぱいいいんだけど、これ賞味期限も割と3ヶ月ぐらいあるのでおすすめです。あとマスクケースね。マスクケース、はい、マスクケースも1600円、1つのところです。以上購入品紹介となりました。参考になったら嬉しいです。それではさようなら、バイバーイ。21分も飛んでんねんけど。Oh, oh, 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 oh